晴れ着に助け掛けをしてご登場いただきました、はい、今日はコカ・コーラ福ボトルの発売を祝して晴れの日にふさわしい餅つき体験をしていただきます。はい、頑張ります。餅つきはこうつくのとこねるの丸で愛の手とありますけど、希望はどっちやりたいですか？つく方やりたいですね。やる気満々ですね。はい、つく方のが自信があります。こねる方はなんかこう手疲れそうで怖い全くつく方が信頼できないっていう確かに心配ですよね。ですよね。はい、あ、そういう感じですか。フォームまずどうでしょう。フォームの方ですね、もうほぼほぼ完璧でございます。本当ですか。じゃあ、ね、こちらで教えていただいて。それではですね、まあ、ほとんど、まあ、経験はあると思うんですけども、利き腕が上に、そして左手は下に、はい、そして右足を前に出していただいて、そのまま振り下ろすと。はい、そうですね。あ、もうほとんど完璧ですね。筋がいいですね。もう筋がいいです。もうはい、バッチリですね。はい、いきます。はい、お願いします。よいしょ、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 よもう掛け声。綾瀬さん、じゃあ一度最後にペタンってついた状態でちょっとフォトタイム撮らせていただきたいので、はい、ペタンとついてそのまんま皆さんの方ご覧ください。最後の掛け声がもうあーよいしょでしたからね。はい、あ、すごい、あ、くっついちゃった。じゃあ、すいませんね、はい、すいません、ありがとうございます、はい、さあ、それではまず1回目練習です。しっかり息を合わせてお願いします。それでは練習いってみたいと思います。ハッピーバンライ、ハッピーバンライ、告白成就、告白成就、トモン上昇、トモン上昇、モテ期到来、モテ期到来、チーム円満、チーム円満。え、何がそんなに面白いんだろうね。今のその笑いの意味をぜひ教えてください。そうですね、はい、いい感じでした。いいですね、素晴らしいですね、ありがとうございます。それではスピードを上げていってみたいと思います。はい、ハッピーバンライ、ハッピーバンライ、攻撃上手、攻撃上手、トーン上昇、トーン上昇、モテ期到来、モテ期到来、チーム円満、チーム円満。素晴らしいですね、ありがとうございます。すごい、すごいですね。全然早いですね。全然早い。福森田さんが置いていかれるみたいな、僕の方が置いていかれたって、まさかの状況でしたね。素晴らしいです、ありがとうございます。綾瀬さん絶対早打ち、早かったですね、今手危なかったですね。いや、もうかなりギリギリだったもうそれぐらいもうプロの域に達してます。でしたね、はい、今度はもう思いをもうしっかりと皆さんに福が来ますようにって思いを込めて、分かりました、ゆっくりしっかりといきましょう。思いを込めて、はい、それでは心を込めてお願いいたします。はい、友達倍増、友達倍増、恋愛成就、恋愛成就、出会い繁盛、出会い繁盛、胸熱成就、胸熱成就、才能開花、才能開花。素晴らしい、ありがとうございます。こもりました、ありがとうございます。うわー、綾瀬さんどうでしたか。あの、いい運動ですね、熱くなりました。はい、ですね。いや、福森田さんいかがでしたか。いや、もう正直綾瀬さんがここまでやるとは思ってなかったので、もうほぼほぼもうプロの域に達しております。もう腰があるね、強い重しがね、できたと思います、うん、はい、本当にそうですね、素晴らしいですね、はい、やっぱり2019年はどんな年にしたいかお伺いできればと思いますが。そうですね、さっきあのハッピーバンライ出たので、ちっちゃな幸せ、ちっちゃなハッピーをたくさん見つけて大きなハッピーにしていきたいなと思います。ちなみに今ハッピーバンライ以外でなんか副ワードなんか選べるようなものありますか。ちなみに、あ、後ろからですか、はい、何でしょう、何だろう、そうですね、あ、じゃあ早起き祈願あのすごくロケとか、はい、早朝が多いので、あのすっきり起きれるように早起き祈願を